3位レッサーやりましょう。久しぶりの A レッサー、すごく楽しみです。前回でシナリオが完結したので、今回から新しいシナリオになります。よろしくお願いします。次のシナリオは一体どちらになるのでしょうか。シナリオ選択。さあ続いてはこちらです。生まれ変わる避暑地リゾートです。古くから避暑地として発展してきた町が海外旅行ブームの影響で衰退しています。地域に不足している娯楽の発展とインフラの整備を対応しましょうとのことで、クリア条件年間観光客数60万人以上です。これ今までで一番多いのか？あ、こっちが100万人あったね。すごく大変でしたが、今回も60万人以上。頑張りましょう。四方八方から人を寄せていけば大丈夫だよね。見た感じ、うん。四方向どっからでも行けそうなんで。まあここと内容かぶっちゃうんですけど、同じようにやれば問題ないのかなとか思ったりします。娯楽経済規模が100億円以上。娯楽経済規模、これはどうすればいいんだろう。娯楽系施設を建てるってことか。年間鉄道利益30億円以上。30億円か、頑張りましょう。今回こちら、生まれ変わる避暑地リゾートです。よろしくお願いします。さあ時は遡ること何年でしょうか。1986年のお話です。おはようございます。と本日より新たなプロジェクトが開始されます。待ちに待った日がついにやってきたわね。それでは現在の状況について私の方から説明いたしましょう。知っての通り当社は観光地のインフラ開発を得意とする鉄道会社として、これまでにいくつもの事業を成功させてまいりました。そして今回大株主である地裁から資本参加を受ける形で、当社はこの町のリゾート開発を指導して行うことになりました。開発地域となる竹の沢は戦前から今日までリゾートとして発展してきた伝統ある観光地です。しかしながら昨今の海外旅行ブームの影響に次第に客先が遠のき、活気が失われつつあります。かつてのにぎわいを取り戻すには海外旅行に負けない魅力の一つとして観光客が利用しやすいインフラの整備が必要でしょう。ここに自治体の方がいらっしゃるので、その際に具体的な課題と達成条件について確認させていただければと思います。社長、今回のプロジェクトは当社にとってまたとないチャンスよ。だって事業として大規模なリゾート開発のノウハウが得られ、その上莫大な収益が期待できるんですもの。当社の力でこの地域を最高の観光地に生まれ変わらせてあげますよね。攻めのストーリーで行こう、堅実に行こう。攻めのストーリーだね。そうですね、ガンガン攻めていきましょう。社長、自治体の方がいらっしゃるまでの間、開発地域をされてはいかがでしょうか。それより今回このコリザは社長のお供いたします。じゃあ私もご視聴させていただくわね。松島さんも行くでしょ。もちろんです。では一緒に撮影参りましょう。で、視察してみましょうか。竹の沢、軽井沢なのかな。まず右端の方から行きましょう。こっちから右の方は持ってくると段々が少ないんだね。あ、そしてすでにもう鉄道が用意されて、今回資金400億円以上あるんで土地が高いのかな、それともお金がいっぱいあっていろいろ使いやすいのでしょうか。ここは木材のお取引があるみたいですが、木材の取引については今回は視点はありません。収益を得るという役割は持ちますが、鉄道の収益だけでも十分いけそうなぐらい発展してます。こんな形になってます。改築必要ですね。でこっち側はこんな感じ、全体的に住宅街です。でこっちも同じような感じがブラーっとずっと続いてて、ここにポチッと黄色いものあるね。何これ、ホテルっぽい何かがあります。何でしょうか。そしてこちらには役所とかがあるのかな、学校とかもあります。全体的に非常に発展してます。そしてここには大きなお城があります。お城の周りをぐるりとなんか鉄道を通らせてもいいかもしれない。いい場所にあるからすぐ隣町からも人を呼び込めるのはいいかもしれない。他の観光施設はどうでしょうか。ここら辺も何かがある感じなのかな。鉄道が整備されてます。こっち側は、こっちは道路ですね。鉄道ではありません。そしてここにも何かがあります。いいね、いろんなところどんどんつなげていきたいな。ここにも大きな何かがあります。どれだ、これがゴルフ場ですかね。ありますといったように非常に発展してます。左下何かあるのかな、ちょっとそこだけ見させてもらいましょう。これはなんだこれ、工業地域ってことなのかな。あ、資材もいっぱいあります。てんこ盛りだね。資材を持ってくる路線はいるのかいらないのかな、ちょっと悩んじゃうね。資源管理人気とかないからね。でもここら辺の真ん中に適当に通らせておけば、その手そのうちに発展するかもしれないね。といった具合でした。ではお話を進めて確認しましょう。社長、観光課の瀬戸内様をお連れしました。本日はお時間いただきありがとうございます。いやー、お久しぶりですね。レイコさん、相変わらず美しい。どうも、この度もお互いプロ意識を持ち適切な距離感を保ってお付き合いさせていただければと思います。はい、もちろんです。少しずつ距離を縮めていきましょうね。そろそろ本題に移りましょうか。恐れ入ります。
まずはじめに本計画の目的はこの竹の沢の町を以前にも勝る観光都市に生まれ変わらせることとなります。その上で開発を主導していただく本社には観光客が観光名所にアクセスしづらい状況の改善を優先して対応していただきたく、ぜひとも本社の力で隣町と観光名所を結ぶ鉄道および道路を整備拡張し観光客数の増加を促進させてください。またそちらと並行しまして海外旅行ブームに負けない新たな魅力を創出すべく地域に即して娯楽施設を拡充し避暑地兼娯楽地として発展させていようと考えておりますのでご協力をお願いします。そして最後に本社に気づいていただいた鉄道事業ですが、数年前から業績が悪化し現在赤字となっています。追加する観光地の道を助長していただしてしまいますので、ぜひとも鉄道の改善を図っていただくようお願いいたします。ヘイコさん、ご説明ありがとうございました。本計画の具体的な数値目標について実態と協議した結果、今から申し上げる条件でご依頼されています。1つ年間観光客数60万人以上達成すること、2つ娯楽経済規模100億円以上達成すること、3つ年間鉄道利益30億円以上達成すること。早く早くした内容遅いございません。それではよろしくお願いいたします。今回のプロジェクトは地域住民の方々からも大きな期待を寄せられていると伺っています。皆様の期待に応えるための絶対に成功させましょうね。時を止めて、おなに、ちょっと狩田部長が当面の開発方針に関するお答えがあるとのことです。これは所長、早速ですがこちらをご覧ください。北西の笠間地区には世にも珍しく潮の湯が湧く東潮温泉があります。ここは美肌の湯として有名として女性客に人気のスポットなんですよ。あら、私も肌でツルツルになって癒されたいわ。松島さん、今度住んでみない？ぜひぜひ。続いて大島温泉の三浦駅から鉄道を利用して南下してきますと六本松城と城下町が見えてきます。この大きな城だね、六本松。車窓から見える壮大かつ優雅な六本松の城の建築家はこの町随分経過スポットと言えるでしょう。ちなみに大島温泉に一泊した後、六本松城下へ散策に繰り出す際は江戸時代に始まった観光文化だそうで、私も体験してきました。温泉で身も心に癒された後に臨める風情ある城下町の景観は最高でしたよ。大島温泉と六本松城を結ぶ観光ルートを果てさせ、かつの賑わいを取り戻したいですね。そのためには西の笠原町からしか温泉とお城に行けない現状をどうにかしなくてね。他の町からアクセスできるようになれば今にもっと発展が期待できそうですね。そうとい、そこで私から一つご提案があります。お差し当たって北にある須磨神社周辺新駅を建設し、六本松城との有利益を結んでいかがでしょうか。そうすれば新たな大都市の北峠町から温泉観光に行ける観光ルートが開通しますよ。さらに3つの観光名所をいっぺんに観光できるとも開通できて一石二鳥ですね。ちょっといいかしら、見上がっているところで水差すようで悪いんだけど、鉄道の維新には莫大な費用がかかるからちゃんと金策を考えないとかなきゃダメよ。例えば近隣で最も発掘している中竹の沢周辺に商業を中心とした子会社を展開して収益化を図ってみたり、それからこの地域で伐採した木材を北町と南の町に輸送して儲ける資材貿易も進めよう。うん、なるほど、確かに経理部長のように通り、まだ地盤固めが必要かもしれませんね。というわけで社長、当面は金策に進めつつ気を見て須磨神社に向けて鉄道を演出することをご検討ください。とのことで、いよいよ始まりましたね。さあ、鉄道を早速伸ばしたいと考えていますが、私自身としてはここを忘れちゃいそうなんで、ここから手をつけさせてください。見てる限りはトラックを取らせているってことなのかな。これ自社の子会社じゃないよね。違いますね、トラックを通らせてるのかな。いや、バスはこれトラックじゃない。バスについてもおいおい触るとして、まあ外部からの人口増加を図るんで、あまりバスはいらないかもしれないね。ここの鉄道を引いていきたいな。どういう風に引こっか、適当でもいいですか。大都市につなげる必要は正直あんまりないっていう見方をしてます。それに対する根拠はないんですが、ここら辺でいいかなとか適当に思ってます。学校があるんで、ここら辺発展するとかなりいい感じになると思うんですよ。しかもここら辺は周りが森で地価も低めかもなので、このようにまずは適当にブワッと引いてしまいましょう。ここまで来ると、おー、ここの道路上の方行かないといけないのか。ポンポン行ってるね。ここを終点としてもいいかもしれないね。で、ここは貨物駅になる？普通の駅でもいいような気がするけど、貨物駅の方が範囲広くなるんだっけ？これを両端に設置します。ことあとここにも1個作ってもいいかもしれないねと思ったけど、木が多くてここら辺建てられないのか。 OK、 でまあここの資材の調整もしないといけないね。資材置き場、今回は売買環境を気にしなくていいと思うので、だいぶ精神的に楽ですよ。範囲広いね。ここら辺まで起きるみたい。
こうやって四隅にやっていきます。よし、 OK です。で最後にここの鉄道を買って配置して終わりましょうか。機関車だ、効率悪そう。これでいいかな。よし、これで電車は大丈夫でしょう。動かして確認してみましょう。おはようございます。鉄道総延長30キロ達成しました。早いね。そしてあと忘れちゃいそうなんでプランもやっておこうか。プランで何でしょう、営業部拡大でいいかな。 OK、 あ、電車が動いてます。まだ駅はできてないんだけどね。止まっていきます。あ、ここで止まる？という時間があれなのか。すでに建設現場ができ始めたりしてます。6時に出発します。でマップの端の方を進んでいくとここに到着です。ボン、お、3つ運んで一気に出発。早い めちゃくちゃ早い。あ、荷物1個置いてますが、あ、そっか、置けないのか。そっちにはまだまだ時間かかりそうです。先にここが埋まるような感じなんだね。まあ問題ないでしょう。で本日はこちらで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は鉄道をどんどん引いていきますよ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そして Twitter などの拡散もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。